民なの。それとアルも。ええ、聖杯内の全員とつながったみたいです。それだけじゃない、これはかすかに。霊脈を通じて葦人もつながっているのか。これはこれは、悪あがきを。では見せてもらおうか。普通の武器では倒しきれないはずだ。動きは封じた。今のうちに拘束して。言っただろう。そもそも女神の聖獣にゼムリアストーンの武器は通じない。唯一通じるとすれば魂で錬成した終末の剣のみ。さあそのまま。なんだねゲオルグ。何？わかった、こちらに映像を送りたまえ。シェラ君は仕方ないとはいえ、なんとかミラーとも合流できればよかったんだが。少々遅れそうだが必ず駆けつける。
それまで無茶はするなよ、オリエ。仕方ないですよ。完全に足止めされてましたし。だが、とんでもない代物が現れやがったな。着陸次第、中に入るとしよう。その前に、一仕事必要になりそうではあるが。よっしゃ、来やがったか、オリビーさん。こちら巡洋艦カレーザスである。結社の構成員並びに両兵団は即刻戦闘を中止せよ。繰り返す。光の検証もゼロ駆動もいそうやな。どうしようか、ゲオルグ君。父上、最強の援軍だね。よかった、これで。ゼノたちでも厳しいか。なんだ、さて、いかがしますか。何のつもりだ。あれは端末。こいつは甘く見ていたか、シェラ君。すまない。悪いな。はい。女神よ、願わくば娘よ。するかい。あれ、ジョルジュ君が。だから言っただろう、アンは死んだって。が生きていたこと、一体いつから気づいていた。最初からです。もともと何かある人だとは最初から思っていました。これでようやく全貌がつかめました。ハイアームズの若様、結界はしばらく持ちますので、お任せしてもよろしいでしょうか。構わないが、あなたはどこへ。スポンサーの要請を果たす必要がありまして。
急げ、すぐに離陸する。イエス、コマンド。来たか、魔女殿。すべてはミルディーヌ様の予測通りになってしまったな。北方戦役を貴族連合軍が引き受けた流れといい、あなたが第二に就任した仕込みといい、おじぎみとは比較にならない軽眼ぶりね。王子が消えた以上、残る指し手は彼女だけでしょう。王子や光の検証はもちろん、金髪の遊撃士さんも惜しい人たちを亡くしたわね。ああ、さらばです、シオ。しかし肝心のお姫様は未だ死地にあるけど、お救いしなくていいのかしら。必要ないと仰せだ。こたびの盤面、最後まで見届けたいとのことでな。パンタグリエル、発進準備完了です。お二方。うむ。さて行きましょうか。一度くらいやり合いたかったんだがな。せめて女神のもとへ。閣下、それに殿下も、これでよろしかったですかな。ああ、けどさ、そんなのってアリサ、ラウラも。まずいな。リー、離れなさい。僕の出番かな。すまないね、クロウサギ君。でも仕方がないんだ。部長、何やってんのよ。まさか。せめて苦しまないように。ラクちゃん。え、守らなきゃ、守らなきゃ。リーンさんを、ユーナさん、クルトさんを、ユゼさんに、アッシュさん、ミリアムさんに、他のみんなも。彼女が手に入れたものだろう。ここまで感情が育つとは。来て、クラウソラス。ダメ、
げろ、アルテラ。ミリアム、ミリアムちゃん。バカな、何を。くそ。ほう、私の役目です。それは剣となるのもリンさんたちを守るのも。まあまあ、お姉ちゃんに任せときなって。スペック的には同等、ちゃんと役目は果たせるよ。ううん、役目なんかどうでもいい。リンにユーシス、アリサにフィーニー、ラウラに院長、マキアスにエリオットにガイウス、さらにあーちゃんも、みんな守ってみせる。やめろミリアム、やめてくれ。根源たる虚無の剣、
消えた。どうなってるんだ。おい、今変な感じがしなかったか。ああ、何か黒いものが駆け抜けていったような。助かったのか。よかった。それにしたって、しきしょう、なんで俺たちがこんな目に。皇帝陛下も撃たれて、あのカレージャスまで。一体誰がこんなことを。ですが、今回の件で再認識しました。今回の実行犯の背後にどのような国家が関わっていたのかを。カルバード共和国、ベルヌシャ製、そしてここ数日100名近い共和国人が帝都に潜入していたことも判明しています。それが意味することは明白である。東の脅威、カルバード共和国による宣戦布告であると。そうだ、皇太子殿下や宰相が言ってたじゃないか。カルバードの連中だ。ああ、全部奴らの仕業に違いない。どうしてこんなひどいことを。叩き潰せ、やられる前に。エレボニアの誇りを踏みにじった奴らを許すな。おわからぬ。だが、何があったんだ。ランディさん、今のは。ああ、何かがあったのは間違いねえ。大丈夫だ。何があってもお前のことは。始まったか。するとクロウは、もう後戻りでけへんな。ああ、我らの本懐とはいえ。私たち何に手を貸したんですの。わからぬ。だが、これがマスターの長きにわたる望み。決まっているじゃない。大いなる黄昏、つまり世界の終わりに手を貸したのさ。幻影計画の完遂と引き換えにね。最悪の事態になってしまったの。そちらはどう動くつもりじゃ。もはや事態は帝国だけにとどまらないでしょう。慎重に動く必要があります。世界を終わらせないためにも。アルティナは取り戻しました。だから聖獣か。このタイミングで思い出すとはな。
七の鬼神か。クソったれな仕組みもあったもんだぜ。クロウ、あんた記憶が。仕方ねえ、付き合うか。団長、是非もなしですか。来い、オルディーヌ。来な、ゼクトール。いでよ、アルグレオン。抑えとけよ。まだまだですか。壮観じゃないか。起きろ、テスタロッサ。やっと手に入れたんだ、あの時の力を。でもか。すごいけどちょっと違うかな。未熟者が。ミリアムも浮かばれぬわ。来るがいい、一瞬めるか。黒の騎士、やっとお出ましか。あれがお前らのご主人ってわけか。ああ、その通りだ。いるじゃねえか、俺を圧倒してくれそうなのが。これでロッキー。残る一機はやはり。それでは始めるとしよう。
リーン、世界を絶望で染め上げる暗き終末のおとぎ話を。